お姉ちゃんが来た。うわ、暑い。今日は何度あるの？あの人はこんなに暑くても。ともくん元気そうだな。ギャー。父親が再婚して変な姉ができました。水着来たー。いちかは暑いの苦手なのよ。急に倒れるの。いちかと一緒にプールにでも行ってきたら？でも行く。水着もお揃いの買っておいたよ。行くぞ。どう、ともくん。うん、泳げないんだね。藤崎さん、かわいい。かわいい。私の水着姿に出るの、みんなだけよ。藤崎さん。藤崎さん。ふぐ。あ、水原のお姉さんたちだ。お姉さん、水着。みんな、今日は私と遊ぶんでしょ。女子高生3人だ。再び惨敗。何よ、さっきまで私のこと可愛いって一番だって言ってたくせに。いつだって可愛くなきゃ相手にしてくれない。いつだって。女の子は見た目も大切だけど、優しい心も忘れちゃダメよ。お前のハンカチなんか触りたくねえよ。こっち来んな。藤崎さん。あの、よかったら俺と。ダメ。危ないでしょ、この暴力女。ともくんと二人きりになろうなんてダメ。藤崎さん、もうあんたのせいで。ごめん、今のは違う。こっちこそごめんね、毎回迷惑かけちゃって。でもあの人に悪気はないと思うんだ。悪気がない顔じゃねえ。お願いだからおとなしくして。水原、私が怒鳴っても引かなかった。可愛くなかったはずなのに。水原にはもっと優しくしてあげようかな。